今日の動画はこちら。飛行機の席を無料でアップグレード。フライトのチェックインが早いと荷物が出てくるのが遅くなるって本当？割りグルメ、おすすめのイカンバカーレって何？ということで今日の動画スタート。おはようございます。おはようございます。グンモン。今日はなんとバリ島に行く当日です。はい、ということで11時の、飛行機に乗って今から行くんだけど、その前に今8時15分なので時間があるからスタバでご飯をしたいと思います。ということでレッツゴー。知らなかったの。飛行機のさ、あの座席の足が広いところあるじゃん。あるね。あれってなんかたまたま運よくあそこに座れてるんだと思ってたの。知ってた？え、あれだって喋れる人じゃないと無理じゃない？え、そうなの？英語喋る人じゃないとダメなの？何も喋れない人いた。ジェスチャーなんか使うわけない。今空いてるのでどうですかって言ってその席が取れました。ね、すごくない？無料で、ね、広いんだろうね。ね、やっていくことでスタバクシー、うん、朝のコーヒー飲みに行こっかね。先にビール飲んでる人いるんですよ。はい、朝ごはん、ピローネのキノコとスモークチキンと、私はショット追加のアイスラテとチョコレートスコーン、スイートポテト、キャラメルマキアート。こちらからご案内します。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日の旅はファーストクラスでお送りします。おー、嘘じゃあ言い直すね。本日の旅は、あ、漏れる。バン。さよなら。じゃん、行ってきます。すっぴんだよ。はい、登場です。できます。めっちゃ広くない？すごい広い。めちゃめちゃ広いから荷物を上に上げなくても。からさ、荷物がある方がさ、パサッといいじゃないか。今から7時間ぐらいのフライトかな。でバリ島に
ス出てくるの遅いらしいっていうのをちょっと実証しようかなと思ってチェックインしたのね。多分どうだったっけな、10組の中には絶対に入ってる最初のから、ね、入ってるよね。だからもっと早いんだから、もっと早いか、5、6組ぐらい。そうだね、まあ、でも本当それぐらいだったので本当に早くチェックインをすると荷物が出てくるのが遅いのかっていうのをちょっと実証してきます。34分、どれぐらい待つでしょうか。ただいまの時刻、待つね、15分ぐらい待つね。今50分だ、ちょうど15分待ってるかな。はい、ということで検証結果出ましたね。長かったね。長かった。来るまでに2つとも大体同じぐらいに来たんだけど、ね、25分かかりました、はい、結構待った。今までで一番待ったよね。待ったね、うん、30分で長えよね。はい、はい、ということで無事にバリに着きました。イエーイ。ということで今からシャトルバスを予約してるので、まずバッグたちを置きに行きます。はい、ということでせーの、レッツゴー。これはバリでは 90% イン付きです。へえ、 90% も。わ、すごーい、すごい。はい、ということで一回ホテルに行く前にガイドさんがめちゃめちゃおすすめって言ってこのブルーマーリンっていうところに連れてきてくれました。あのビーチ沿いでご飯ができるところで、全部パッケージになってるものでそのガイドさんが頼んでくれたので、もうあとはご飯待ちなんですけど、こういう感じで歌も歌ってくれる、いい感じですね。目の前が海っていうこの素敵な感じ。ハッピー、すごいね。いいね、後ろほら歌ってくれてる、ね、後ろで後ろでね、バックグラウンドね。あ、ピーナッツ、ピーナッツ、あ、美味しそう。バリピーナッツ、めっちゃ笑われてますけど。バリピーナッツだってバリでしか食べれないのかな。ね、もうビール飲みながらそれを食べる。美味しい。塩気がある。塩気。ね。昼間はここは暑いですよね。あまりランチしない。あ、そっか。夕方以降。夕方からあの夕日見ながら。そうだよね。とビンタンビール。グラスはサムイグエアなんですけど、そう、なんでだろう。顔おいしい。イエーイ、わー、はい、マサラ、マサラ、マサラ、シプロ、エビちゃん、エビちゃん、エビちゃん、おいしそう。すごいね。ロブスターとエビちゃんと、なんて言ったっけ、マサラ、マサラ、おいしそうだね。めっちゃいい感じ、最高です。オッケー、オッケー、いや、すごい、まだ来てる、すごい、クシンサイ、クシンサイ、はい、おお、ワニ、ワニ、カニ、カニ、ああ、sorry sorry、イカちゃん、イカちゃん、イカちゃん、すごい、この出てきた、すごいたくさんある、魚、魚、はい、イエーイ、バリでの初ご飯、すごい量じゃない。私はロブスター。すごいプリプリなんだけど、見て、すごいね、
すごいプリプリ、めっちゃ美味しそう。ありがとう。いただきます。美味しい。美味しい？うん。空心菜。食べれる。味ついてるこれ。塩ついてるかな。ついてる。味これだけでもついてるよ。これはイカちゃん。